東京ヴェルディの輸送フォーメーションです。 4-4-2 中盤がダイヤモンドという形です。ボールカットした13番の中島です。ミドルシュート、こぼれたところにチョンデス、チョンデスシュート。このビルドアップがヴェルディの形です。そうですね、やっぱり安定的に相手陣内に入るとこう、はい、熱い攻撃をね仕掛けられますよね。ヴェルディでは前のクロス、小池が滑り込んでシュート、ゴールインが認められました。このシーンです。でこうワイドに起点を作って斜めにそのスペースを使うと、ここですね、一回ワイドに起点を作りましたよね福村が。でそこにスペースに入れが、まあ、さらにワイドの高い位置を取りに行って中最後詰めると。今までこの相手陣内でね、あの人数をかけて分厚くコンビネーションを発揮するっていうシーンがなかなかこれまでの試合ちょっと作れなかったんですけども、今はヴェルディの強みが出たシーンでしたね。最後ボランチの36番藤田も詰めていました。その背後抜けてチョンテセ合わせた、オフサイドのフラッグは上がりませんでした。今のシーンです。中島が低いボール、こぼれたところに飛び込んでいきましたが、マテウスが勇気持ってね前に出ましたよね。ニアサイドにマイケル・ジェームズいますが、速いボールニアサイド、チョンデス合わせました。新潟同点に追いつきました。前半の36分、1対1でハーフタイムに入っています。その前で5番の平、先制ゴールの藤田から前線の9番の佐藤、そして右に出ました19番の小池は上げてきてシュート決まった。25番の花と追加点が決まりました、東京ヴェルディ。まずこの藤田から佐藤のこの引き出した場所が非常に良かったですよね。でここ小池のコントロール最後ちょっと外に流れたかなと思ったんですけども、逆にこう体を腰をひねって鋭いクロスを送るという結果になりましたよね。10番の島田のコーナーキック、ファーサイドマテウスの頭を越えてヘディング折り返した。これはゴールが認められました。中島は前半からこの右のプレスというのをかけていました。36番の藤田がボールを持ち運んでこの位置です。右に19番の小池、間が空いて花とのシュート、ゴールキーパーの藤田、キーパーでしたね藤田、持ち運んで14番の森田はドリブルがあります。左に48番の山下スピードがあって、中には25番の花とです。追い越した森田、森田、森田はそのまま打つか、森田の運び出しです。やはりこのエリアです。左のこの森田、25番の花戸が下がって受けてこの裏に抜けていきました。山下、山下前のクロス落としたところにもう一度シュート、まだあります。ニアサイドヘディングで反らした、こぼれたところにヴェルディの選手はいませんでした。当のヴェルディ11番の井出はゴール前、ニアサイドで合わせました。最後合わせたのは2番の若さ、14番の森田、左がこの藤田ジョエル千葉です。藤田は先制ゴールがあってファーサイド折り返したところにまだあります。シュート、ボレーシュート、これはサイドネット、中で待ち構えていた14番の森田、最後森田のシュート惜しくも枠の外です。勝ち越しゴールならず。